インドネシアの音楽と踊りを紹介したいと思います。でスタジオには今インドネシアで最も人気のありますポップスグループロマ・イラマとソネタグループの皆さんにおいでいただいております。まずどんな音楽なのかそれを聞いてみましょう。ロマ・イラマとソネタグループの皆さん、明日からの公演を前にしまして、お忙しい中、今日スタジオの方においでいただきました。ロマさん、リーダーのロマさんにお話を聞いています。通訳のは石井さんにお願いいたします。大変今お伺いしましてね、土の香りのする音楽で、タンドゥットというのは伝統を踏まえて、新しい曲だということなんですけれども、どうしてその伝統にこだわるんですか。Pertama, sebagai bangsa kita punya kewajiban untuk mempertahankan kebudayaan bangsa. 民族としてですね、私の責任というのは自分の民族の文化を守ることにあると思ってます。Yang kedua, dalam era globalisasi ini.Kita bermaksud untuk mengantisipasi kebudayaan Barat. それを広めようと思っています。やはりそれは西洋音楽というか西洋一辺倒のものを自分は反対しているからです。Karena tidak semua kebudayaan Barat sesuai dengan budaya bangsa kita. なぜなら西洋のものの多くのものは私たちの文化にそぐわないものがいくつかあるからです。Misalnya sepertiFree sex, drugs, 麻薬であったり、sopan santun di antara kehidupan keluarga dan bermasyarakat. 例えば家庭内のですね、調和と言いますかですね、そういうものも西洋のものにはない。なるほど。Sementara musik dan film adalah satu sarana yang paling mudah untuk mewarnai sebuah bangsa.それでやっぱりその音楽と映画というものは一つの大きなメディアだと思ってます。そういうものを広めるために。なるほど。これまでですね、外国からの誘いにも応じなかったということなんですけど、今回初めての海外初めての公演だということですけれども、日本の皆さんにどういうことをメッセージとしてお伝えしたいんですか。アパヤン、クパダマシャラカマシャラカチュパン。Pertama, kami ingin memperkenalkan dangdut, ingin memperkenalkan musik kami.要するに最初はですね、本当に自分たちのダンドットの正当なダンドットをお伝えしたい。Kemudian dari segi lirik, lirik-lirik kami ini berisi nasihat-nasihat untuk mengingatkan manusia. で、私の歌詞から人間性というものを思い出していただきたい。人間性を強めることを思い出していただきたい。Untuk tetap konsisten dan komit kepada kejadiannya, terutama pada masyarakat modern, bahwa supaya kita tetap ingat bahwa kita ini manusia yang bertuhan akan kembali kepada Tuhan. 私たちはやはり神から生まれて神のもとへ帰るというのが人間ですから、やはり現代の人間がそういうものをあまりにも忘れているんじゃないか、そういうものを思い出す、それが人間性だと思っています。Dan tentu saja kami juga ingin menyerukan melalui lagu ini perdamaian di antara suku, di antara ras dan di antara bangsa. そしてそういう気持ちに立つことが例えば民族間の構想とか、それから国家間の構想とか、そういったものに平和をもたらす大きな力になるんじゃないかと私は信じています。なるほど。まあ物質的な繁栄の中でとかく忘れがちになります。人間性というものを歌を通して伝えたいというのが皆さんの願いのようです。さてそれでは、最新作「ストップ」を演奏していただきましょう。皆さんこれまでは
体制批判の歌が多かったようなんですけれども、このストップはですね、連帯と協調といったことをテーマにした曲だそうです。それでは最新作ストップどうぞ。Dan ke
ありがとうございました。沢村さんね、そのいつも演歌みたいですね。これなんか日本の演歌みたいなんですけどね、なんか聞いた、僕インドネシアに行った時に聞いたんですけど、なんかあの最大の歌手であの方、なんかコンサート一つやると10万人も来るらしいですよ。ワンコンサート10万人で死者も出ちゃうっていうぐらいの大人気ってこと、ものすごい社会的なメッセージが強くてね、日本のその、ね、グループとか歌手のように怪だ恋だっていうんじゃないね、真面目ですよね、歌詞がね、ものすごい、そのエネルギーがすごいなと思いました、ね、軽快なリズムに乗せて強いですね。はい、はい。